次のアーティストを紹介したいと思います。みやび、What's up, Tokyo? よろしくです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。Everyone.今日は盛りだくさんで、はい、そうですね。みやび君、ここから先、はい、大活躍します。亀の恩返し。違う。ならぬ日比谷の恩返し。違う。ならぬ日比谷音楽祭。楽しみにしてきました、本当に、ね、告知の映像でも言わせてもらいましたけど、去年ね、本当はここで一緒にやる予定だったんですけど、できなくって、でも今年 もうこういう、ね、無観客でもやることにすごく僕は意義があると思っているので、うん、ぶちかましに行きたいなと。よし、はい、ということで、ここは一旦みやびに預けます、はい、実行委員長退場退場実行委員長退場命令が出ました、退場しますOkay.日比谷フェスティバル、Are you ready? 今日は、まあ、こういう機会なんで、新しい時代の、ミュージシャンたちと一緒に音を奏でたいなと思ってます。On drums! ヨヨカ On ギター龍之介 Hey! Right on! Okay!The future. We're gonna rock the future. Are you ready? Let's go. Let's go. Let's go.
job. Guitar Miyabi! Thank you. もう一度大きな拍手を、よいか、あ、龍之介。Woo! Okay, okay. じゃあ、もう一人。今日のね、この日比谷野外、日比谷音楽フェスティバル、スペシャルゲスト、政治カメだ。スペシャルゲストは宮城くんでしょ。さっき言う今めっちゃ焦って出てきたよね、今ね。あのね、マスクしたまま出てきてメガネ、あ、今ね、山根に引っかかってマスクは取れんかった。いやいやいや、どうですか、よよかちゃんと、龍之介くんね。やばい、いいね。あの、よよかちゃんとは一緒にやったことなくて、まあ、龍之介くんもそうなんだけど。あ、初めての。初めて。うーん、でもよよかちゃんはね、あの、エレン賞っていうアメリカの、エレン・デジ・デジ・ネ・デジ・デン・ルアス、デジ・デン・ルアス、あの、彼女も出てて、うーん、そう、日本人で多分俺とヨヨカちゃんだけなんだよ。すごい。しかもヨヨカちゃん多分 2,3 回出てると俺より出てるっていう。ジェラシー、ジェラシー。まあでもね、あの、一緒にやりたいねってずっと言ってたんで、うん、今日ぜひということで。やった。で、まあ龍之介くんもね、もう俺よりもおっさんみたいなギター弾く。まあでもここでしか見れないセッションしたいって、そうですね、ミヤリーね、俺から提案して。そうそうそう、あの、もともと亀田さんとの、出会いもサムライセッションズという、そう、うん、アルバムを作った時の第ボリューム1で、プロデューサーとしてやってもらって、その時にね、吾妻さんとかとも出会ったんだよね。そうですね、そう、今日はそういう出会いもいっぱい詰まっていて、その時に一緒に作った曲をやろうかと。ね、あれも震災の前にね。そう、震災の後だ。ん、前か、後か、後、直後、ね、うん、なんかね、やっぱり、まあ、今も似たような状況ですけど、やっぱこういう未来が見えにくいような状況で、やっぱり強くあるということ、自分たちの信じることを、突き進んで、もうどんなジャンルでもどんな職業でも、それ信じてやり続けることに意味があると思うし、そういった思いを込めた楽曲です。やりますか。やりましょう。 OK, Let's go, be strong. OK, ゲスト紹介します。このためだけに来たってちゃんと言えよ。ソーシャルディスタンス、ディスタンス、チャンプ戦、ヒロミツアガスマ、今日はまさにいつも二人でさ、バチバチやってるって言われてるけど、まさにバチバチだね、今日は三人で冴えてないっす。Ready? Yeah. Yeah!
ままの姿受け入れる。常に上見上げてる天井はまだ高い。その上にはペントハウス、その上には空が宇宙があるのが分かる。だからまっ地に足をつけに弱いけど音楽はない。宇宙も背負い込んでまた発信、どこまで強くなるとことの理想現実もいる。乗りこなす自分なり遅くも速くもないスピン流れに乗った山田。バチバチきたね。いやいや、バチバチいくでしょ。なんかさ、こう10年の月日をこう飛び越えていく感じがいいね。ちょっとチューニングしてるんでちょっとじゃあ私がここは、まあでもね、10年ですか。もう10年よ。わあ。だって2011年でしょ、ね、そうだ、ちょうど10年だ。そうそうそう、あ、そうだ、10周年だ。そう、もう10周年祝う機会を逃しましたね、完全に。でもこうやってあの時のメンバーね、クレバも一緒にスタジオでレコーディングして、いっぱい歌詞とかも考えて、なんか不思議なもんで10年前の作った言葉が今でもこうちゃんと届くっていうね。まあ、そうですね、まあ、本当にさっきも言いましたけどね、こういう時代なんで、うん、やっぱり僕たちがもう本当に吾妻さんも、クレさんもなんかこう、まあ、腐れ縁なんですけど、でもなんだかんだやっぱ同志というか、うん、世界見てね、戦っていく仲間だと思ってるし、でこうやって、まあ、今日もお客さんいないですし、ライブもね、だってやれるかどうかも分かんなかったでしょ。危なかった、ね、うん、でもやっぱりね、音楽の持つ力って変わってないし、ね、どれだけそのマーケットというか、そのダウンロードになったり、うん、ね、サブスクリプションだったり、いろんな形変わってやっぱ音楽の持つ力って変わってないし、でこういうね、あの状況でこそやっぱり僕たちが音楽で伝えられるものってすごい大事だと思うし、あの、ね、難民支援、あの国連難民高等弁務官事務所 の活動もしてるんですけど、長い話、長くない、うん、いつも見てるよ、SNS で、ね、でも本当に、なんだろう、ああいうね、本当に生きるか死ぬかの場所で、あの暮らしている人たちにとってやっぱり緊急フェーズで一番大事なのは食料、水、医療なんですけど、やっぱその次にあの持続フェーズでやっぱり教育、そして文化、うん、ね、人としての尊厳を感じながら生きれてるかどうか、うん、やっぱりね、食べて寝るだけだと人としての喜び感じれないじゃないですか。でそこで僕たちが、ね、音楽で伝えられること、どれだけ長い夜だったとしても、明日は来るっていうことを僕たちが音で伝えられると、やっぱりそれだけで救われる人がいる、それを信じて僕たちもやってますし、今日は、ね、あの客席にはいないですけどいるつもりでやってます しでこの画面を通じて僕たち ね、このパッションが、あ、まあ、すごいコンプレッションかかってると思いますけれどもでもやっぱそれ伝わってると思いますし、どんな状況でも、ね、僕たち音楽か、音楽止めずにね、あの音楽やっていきたいなと思ってるので、本当にこういう機会で、ね、あの演奏できて光栄です。本当にありがとうございます。はい、まあ、今のみやびの気持ちを込めたもう一曲、ね、やりますか。あるんです。脱いでいいですか。脱いでください。あの紹介を、うん、次の曲は、The Others という曲なんですけれども、曲言っちゃったゲストの紹介でしょ、チェック委員長、委員長でね、その歌を
この人と歌いたいっていうふうに僕から宮城くんに提案させてもらいました。はい、姫音楽祭初年度から出てくれている佐藤ひらりちゃんです。ウォー、お願いします。はい、お願いします。お願いします。イエーイ、いきますか。So, まあ、The Others っていう楽曲なんですけど、本当にこの曲も世界中で、やってきましたし、そんな中でその、ね、文化の違い、国境、いろんなものを超えて僕たちは一つになれるし、一つになる、きっかけになる、楽曲を作りたいなと思って、作りました。いきますか。いきましょう。はい、じゃあ聴いてください。The Others。未来、明るい未来をイメージして頑張っていきましょう。 We'll make it happen。
とうひらりちゃん、最高だ、ありがとう。そしてみやび、ありがとうございました。ありがとう。ペース、いよいよ